ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、今夜は月が綺麗よねー。そうだな、満月だぜ。私って絶世の美貌とみんなが羨ましがる才能もあって何もかも手に入れた状態よね。藤原の道長みたいなことを言ってるな。この世は我が世とぞ思ふ、望月の欠けたることもなしと思えば、の歌ね。私は今まさにそんな状態よ。霊夢のうぬぼれはともかくとして、藤原氏は古代から日本国内の権力を欲しいままにした一族だぜ。そんな藤原氏は現代まで続く由緒正しいお家柄だ。そこまですごい一族なら、ちょっと藤原氏に興味が出てきたわ。ぜひ解説してちょうだい。ということで、今回は古代から続く日本の支配者、藤原氏について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。そもそも藤原氏ってどこから出てきたの？大化の改新で活躍した中富の鎌足りが原点だと言われているな。645年大化元年に中野上の王子と一緒に蘇我のイルカを倒して、政治改革を進めた大化の改新は有名だが、中富の鎌足りは天智天皇の側近として多くの功績を挙げた。それが認められて天智天皇から退職官と藤原姓を賜ったんだぜ。中富の鎌足りから名門藤原家が始まったのね。そうだな。以降、数多くの支流を出しつつ1300年以上貴族として繁栄した一族を藤原氏というな。藤原氏はどうやって繁栄していったのかしら？天皇家に近づくことで貴族としての地位を確立していったんだぜ。さっき言った通り、中富の鎌足りのおかげで勢力を伸ばした中富氏は、人心の乱で大友の王子側に着いたんだが、大友の王子は負けて、大天の王子が天武天皇になったから中富氏は衰退してしまったんだ。人心の乱は天皇の後継者争いで、前天皇の息子と弟が戦ったのよね。ああ、そのゼロに近いスタートから藤原氏の基礎を築いたのが藤原の不人だ。藤原の不人は659年済明5年に中富の鎌足りの息子として誕生。11歳の時に父が死去して、さっき言った通り人心の乱で中富氏は負けてしまうんだが、当時13歳だった藤原の不人は処罰を免れた。まだ幼かったから見逃してもらえたのかしら。でも人心の乱の後の天武天皇の時代では中富家は朝廷の役職から一掃され、藤原の不人も大舎人の登用制度から下級官人としてスタートすることになるぜ。大舎人って何かしら？天皇や貴族に仕える役人のことだ。下級官人で宮中に宿直して、怨霊のお供や雑用をしてたそうだぜ。まさに藤原の不人はゼロからのスタートだったということね。そうだな。その後、不人は草壁の巫女に支えられ、法律や文筆の才能で登用されて頭角を現していく。そして草壁の巫女の息子カルノミコの擁立に尽力したんだ。カルノミコが文武天皇として即位した後は、大法律令の編纂で中心となって、政治の表舞台に登場したぜ。大法律令はこの頃の日本の基礎となった仕組みね。その作成に携わっていたってことは、普通に優秀だったってことだわ。そんな藤原の不人は皇室との結びつきを深めていく。藤原の不人自身は、安倍の王女の女官であった立花の道代と結婚していたんだが、その力添えで皇室との関係が構築されていったぜ。安倍の王女って誰かしら？後に元明天皇となる人で、草壁の巫女の奥さんで文武天皇の母親だ。その関係から藤原の不人の娘藤原の都を文武天皇に嫁がせることに成功するぜ。うまいこと取り入ったわね。草壁の巫女に仕えたのも計算だったのではと思いたくなるわ。これにより、藤原の不人の勢力が朝廷内で強まり、藤原氏が太政官、中富氏が神技官を掌握。藤原の都が帯人の巫女を産むと、藤原の不人は帯人の巫女にもさらに自分の娘の光明氏を嫁がせた。やがて帯人の巫女は即位して聖武天皇になるから、藤原の不人はこれで天皇の祖父となったわけだぜ。この時に自分の娘を天皇家へ送り込んで祖父になるっていう藤原氏の得意技がすでに出来上がっていたのね。そういうことだな。以降、天皇の外戚として権力を掌握するシステムで藤原氏は繁栄していくことになる。藤原の不人の死後、息子たち藤原四兄弟のムチマロ、草崎、馬飼、マロが後を継いだ。一方、天武天皇の孫である長屋王らの皇族たちと藤原氏は対立していくぜ。この頃は天皇の奥さんも天皇家から出すことが慣習だったから、外戚は異例だったのよね。その通りだな。そして729年天平元年に長屋王の変で長屋王は自害。この事件は藤原四兄弟が自分たちの親族の光明氏を皇后にするための陰謀だったと言われている。聖武天皇にとっても、藤原氏は自分の親戚に当たるから言うことを聞かざるを得なかったんだろうな。自分の母親と奥さんが藤原氏なんだから、そっちに味方しちゃうわ。この頃は藤原氏がガッチガッチに天皇の周りを固めてたのね。この後、藤原四兄弟は南家、北家、四季家、行家の四つに分離して藤原四家となる。そして全員が犠牲官となり、官僚組織も手中に収めることに成功するぜ。
まさにやりたい放題だわ。ところが739年天平9年に天然痘が大流行し、なんと4兄弟全員が病死してしまうんだ。それは、天罰か長屋王のたたりね。まあ、当時そういう風に思う人もいたみたいだな。この後、藤原四家のうち七家と京家は途絶えてしまい、南家と北家だけが残った。そして平安京に都が移されて、平安時代になると北家が台頭していくことになるぜ。藤原四家の中でも生き残り競争があったのね。そうだな。中でも北家出身の藤原の吉房は上和の変で北家以外の藤原氏を大量に排斥した。さらに藤原の吉房は清和天皇の外戚になるという藤原氏の得意技で権力を握る。そして皇族以外としては初めて摂政の座を手に入れるんだ。摂政は幼少期の天皇の政治を補佐する役割ね。実質の最高権力者だわ。以降、藤原の吉房の子孫たちは相次いで摂政と関白の役職に就くことになるぜ。有名な藤原の道長も藤原北家の流れの中の人物で、藤原氏の摂関政治の絶頂期の頃の人だな。藤原の道長は権力を掌握した政治家としての一面を持ち、また詩や和歌を好んだ文化人だ。望月の歌は和歌が上手い藤原の道長だからこそ、残せたものなのね。改めて見ると、藤原氏の繁栄は絵に描いたようだわ。権力を欲しいままにできた理由は、天皇家の外戚になれたからなのかしら。そうだろうな。天皇家の外戚の地位は藤原の父との時代にすでに確立していた。さらに天武天皇の孫の長屋王など、藤原家と血縁関係にない王子を徹底的に排除した。こうして外戚としての地位をますます強固にしたことが後の繁栄につながったんだろうな。特に平安中期の藤原の道長なんて三代の天皇の外戚だったぜ。長年の外戚戦略によって天皇家としては縁が切れなくなってたのかもしれないわ。他に藤原氏が権力を得ることができた理由としては荘園から多くの富を得ていたことがあるな。奈良時代から平安時代に変わる頃にかけて、律令制が崩れてきたことに伴い、地方豪族や貴族の私有地の荘園が増えてきた。律令制の重税に農民が逃げ出すことが多くなっていたのよね。そうだ。貴族をはじめ一部の人には土地を開墾することが認められたから、逃げ出してきた人を動員して土地を開墾し、王子主となっていった。このように富が藤原氏のような貴族に集中する仕組みになっていったんだぜ。政治の中枢を担っていたのが藤原氏だったのだから、自分たちに都合の良いようにもできたでしょうね。そうだな。こんな具合で政治の主要な役職や富を掌握していた藤原氏だが、その権勢も陰る時が来る。天皇の外戚になることで権力を維持してきた藤原氏だが、御霊聖天皇には王子ができなかった。そして藤原氏を外戚としない御三条天皇が71代天皇として即位。この御三条天皇は摂関家の藤原氏以外の人も積極的に登用し、人事は公平にするとしたんだぜ。藤原氏の権力基盤が崩れ始めたわけね。さらに御三条天皇は荘園整理令を発布して違法な荘園を没収した。これが大荘園主だった摂関家の藤原氏の経済基盤に打撃を与えたぜ。藤原氏の繁栄の基礎となった権力と経済基盤がこれで両方とも崩れたわ。そうだな。そして御三条天皇の後を継いだ白川天皇は上位して院政を始めた。これにより、政治的に上皇を牽制できなくなり、だんだんと藤原氏の勢力が衰えていく。最終的に鎌倉幕府が成立すると朝廷の政治力もなくなり、藤原氏が政治面で影響を及ぼすことはなくなるぜ。武家中心の政治になって天皇の外戚ということでは、権力を取り戻すことができなくなったのね。そういうことだ。以降、藤原氏は朝廷における名門としての地位にとどまることになる。このまま権力は衰えていく一方なのかしら。いや、権力を維持するために平安時代末期の公家藤原の忠道は一計を案じていた。息子の元真を平の清盛の娘と結婚させて、平家と縁戚関係を結んだんだぜ。やることはあまり変わらないわね。この時元真がこの衛星を名乗ったことで、この池が成立するんだが、鎌倉時代になると、藤原氏の子孫たちは摂関を独占するため、分家して摂関になれる家を増やしていった。政治の中心は武士に移ったけど、朝廷内の地位は維持し続けようとしていたのね。そうだな。まず、この池は長男筋のこの池と六男筋の九条家に分家。そしてさらにこの池から高塚家が、九条家からは二条家と一条家が分家したぜ。合計で5つの家に分家したということね。そうだな。そして鎌倉時代後期にはこれらを五摂家として、摂政関白になる家だと固定されるんだ。この五摂家は、明治維新で摂政関白の制度が廃止されるまで、ほぼずっとこれらの職を独占するぜ。まさに名門公家だわ。そして明治維新後は天皇中心の政治が復活するから、五摂家の力も復活する。さらに家族制度が導入されると、五摂家はその中でも最高位の公爵になっているぜ。
そして終戦後にその身分が廃止された後も、現在までその子孫たちは続いているんだ。由緒正しすぎてすごいわね。御設家は現代までどんな風に続いているのかしら。そうだな、まず筆頭のこの池だが、祖先はさっきも言った通りこの江本真だ。この池で有名な人物は、日中戦争や太平洋戦争の時の総理大臣この江文麻呂だな。日中戦争、太平洋戦争が始まる頃の政策でいろいろ批判されることが多い人物だぜ。確か太平洋戦争が始まる前にアメリカと交渉していたけど、いざ開戦目前になって内閣を総辞職して投げ出したのよね。そうだな。ただこの江文麻呂は名門の家柄だから、政治家としてはエリートで、25歳の頃には無条件で貴族院の議員に任命された。この頃は御設家の男であれば議員になれたらしいな。平安時代の藤原氏を思い出させる慣習ね。1919年には同じく公家出身で最後の元老の西園寺金持ちに帯同してパリ講和条約に出席する。第一次世界大戦の終結となる講和条約だわ。そんな重要な会議に行くなんて、将来を嘱望されていたってことね。その通りだぜ。ちなみにこの西園寺金持ちも藤原家の支流の一族の人物だ。その後、この江文麻呂は3回内閣総理大臣をやるんだが、日中戦争と太平洋戦争を泥沼化させてしまって、歴史的に見ると良い政治家ではなかったな。他の御設家の子孫たちはどうだったの？次に挙げられるのは高塚家だ。高塚家はこの池から分家した家系で、祖先は高塚家金平がルーツだな。高塚家で有名なのは高塚平道で、彼は戦後に一般平民となった後、皇族を妻としたことで有名になったぜ。太平洋戦争の後は家族制度がなくなったから、家族から一般市民になっていたのね。そうだな。当時は民主化の象徴として話題になったようだ。ちなみに現在の高塚家の当主は伊勢神宮大宮司を経て、神社本庁通りをされたりしているそうだ。他の三家に関しても現在まで当主の方は、神宮の宮司や神官、あるいは弁護士や実業家として活躍されているようだぜ。朝廷に近い役職を担ってきた一族だから、神事に関わることが多い印象ね。そうだな。やっぱり皇族と繋がっていたってこともあって、そういった仕事が多く依頼されるのかもしれないな。さて、霊夢、今回は藤原家について解説したが、どうだった？藤原の不比等の時代から朝廷内の権力基盤を盤石にして長く権力を握り続けた。その戦略と代々受け継いでいった子孫たちの能力がすごいと思ったわ。武士の時代に権力がなくなってしまったとはいえ、朝廷内での地位を確立して現代まで続く家系を維持したその生命力は圧巻ね。そうだな。代々続いている天皇家もすごいけど、それと同じく現代まで続いている藤原家も日本の歴史から見たら貴重な存在だよな。私も偉い人にお近づきになれば、権力を欲しいままにして子孫たちは良いお家柄になれるかしら。いや、霊夢には藤原の不比等ほどの才能はないだろうから、自分の家のことだけを考えておけ。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。